国家が行う失敗というのは共通するものでして、どんな国でも他の国がやってきた失敗を同じように繰り返すという事態はたくさんあるわけです。戦争の時の軍の蛮行というのは普遍的な問題でして、日本人も全く一言ではない、むしろ日本人が向き合わなくてはいけない問題がある、そういう領域なんだろうと思います。私たちがこの映画を見る意義というのは、ドイツのことを考えながら他の国のこと、あるいは日本自身のことも考えることができる、そういうところに意味があるかなと。